皆さんどうもこんにちは。昨日中村俊介さんとお会いしてめちゃくちゃテンション上がってるヒカクです。ということで本日は久々の試合動画をお送りしていきたいなと思うんですけど、皆さん無料エピックガチャ2回とも引きましたでしょうか？もう比較動画とかランキングに関しては別動画で出してるんですけど、その中から今回はとんでもない選手が出来上がってしまいましたので、その選手を紹介していきたいなと思います。で今回はですね、デニスローだったりとかチェフも使っていくんですけど、もう一人注目の選手いますよね。そう、こちらのドナドーニ選手でございます。ウィングストライカーで両ウィング両サイドハーフができて、この性能、もうとにかく人気のフォーメーションどこにも入る汎用性の高さ、優秀さっていうのが魅力だと思うんですけど、実は今回僕ドナドーニにスキル追加を3つさせて、さらに覚醒させてしまいました。それがこちらになります。エラシコスーパーサブワンタッチュート、これ皆さんつけてみてください。マジで強いですよ。まずエラシコにすることで特殊ダブルタッチになりますし、スーパーサブにすることでもうね、 B 固定で両ウィング両サイドハーフできて、ドリブラーとしてめちゃくちゃ優秀なスーパーサブ、もうマジで使える。こんな選手なかなかいないですからね。さらにワンタッチシュートをつけることで決定力も上げてますので、これ使ってみて驚いた。マジで使いやすかったので、今回はこの選手を中心に新戦力爆盛りスカットでやっていきたいなと思います。今週手に入る各ガチャからロベカル、マクアリスター、アラウホとしっかりと新しいメンツ迎えてますので、こんなスカットで今日はやっていきたいなと思います。では行きましょう、レッツゴー。はい、マッチューシャシャー対戦よろしくお願いいたします。ジエリニスケ絶不調きつすぎる。ビエラ絶好調なんで、ちょっとロドリと変えましょうか。オッケー、これでいきましょう。ドナドーニはね、 B 固定なんで調子崩すこともないんですよ。最高。お相手さんの使ったはこんな感じですね。めちゃくちゃビッグタイムいる。てか半分以上ビッグタイムなんですけど。重課金対重課金。やれる？今から。体重5キロ落とせる？なんか最近ちょっと重ためでね、それだけが気になりますけど。さあ、デニスローから、こっち、いけるか？マカリスター。はい。さあ、デニスロー、いける？撃て！撃て！いやー何今の。ザ・ワールド発動してたけど、全体の流れは良かったのに。なんかすげえ気まずいじゃん。さあ、引き上げしましょうか。なんかちょっと重くなって気まずいな感じ。こんな感じなんだよな。さあ、ダニーロからロベカル。来たね。さあ、このロベカルも強いよ。どうするか？これ、まあ、上げちゃおうか。シンプルに上げる。来た！よいしょー！デニスロー、最高！ロベカル、最高！いや、ロベカルね、もうサイドハーフとしてのね、適性が高すぎて、マジで強い。オッケー。さあ、この感じは仕留めたいよ、最後。エンクンから、こっち。はい、デニスローからいい流れ、素晴らしい。さあ、ロベカルどうするか。ロベカル、ロベカルからデニスロー逆サイド、来た、よっしゃー、デニスロー最高。デニスローこういうのもできちゃうんだよね。スルーパスうまいし、そしてロベカルが神。うん、もう超気持ちいい、超気持ちいいですこれ。いやでも待って、まだギブないよな、まだギブないよな。ちょっとドナドーニ出したいからね。オッケー、じゃあドナドーニとアーノルド変えようか。アーノルド変えて、そしたら他はとりあえずこのままでいっか。デニスローマジでやばいんだって。2ゴール1アシストでしょ。やっぱライブレでね、ワンパスルーパー持ち、これがマジでいいんすよね。オッケーオッケー、このままいきましょう。でもいいことだね、他の選手が活躍して主役を奪っていくっていうのはいいことですから。オッケーオッケー。ただドナドーニ来ましたよ。こっからのドナドーニ見ててください。マジでマジで見てどうに、見てどうにって感じ、意味わかんないけど。さあ、ちょっとドナドーニにボールを集めたくなりますが、やばい、終わったかも。悪い、俺死んだ。あ、やばい、終わったかも。悪い、俺死んだ。悪い、俺死んだ。おい、やっちゃった、クソ。おいおい、もう、やった、やった、たまにやるやつ。でもさ、それ、ボンミスやめようぜ、本当に。マジでしょうもないよ、ヒカック。さあ、こっち、ドナドーニ上がってくる。さあ、ドナドーニいけるよ。いや、来た、ぶち抜く。はい、ダブルタッチ、来る。はい、デニスロー、いや惜しい、いやえぐいっしょ今の。ということで後半ちょっと硬くなっちゃったね。いや、デニスローがただただ最強な動画になっちゃった。いやー、もう1試合いっていいですか。いや、こんなもんじゃないのよドナドーニ。まあ、1試合でさ結果出ない場合もあるじゃないですか。もう1回行こうよ、これがリアルよ。うん、さあ、マッチューシャシャーよろしくお願いいたします。オッケー、ドナドーニ好調、いいね。コマン絶好調か、前半から入れちゃおうか。コマン入れて、あとはデアラスカイタも絶好調なんで後半から使おうかな。いや、デニスロー絶好調も熱いな。オッケー、これでいきましょう。さあ、お相手さんはこちらのスカット、いいね、リンクがっこいいね、お願いします。やっぱなんか今の環境セパハンか4141がマジで流行ってますよね。いや、だからどっちでもね使えるっていうのがこのドナドーニの強みなんですよね。オッケー、ということで、今回もですね前半からやっていきますが、
まあおそらくちょっとドラ通りのね見せ場を作りたいなってところで、あの後半がメインにはなると思うんですけど、対戦よろしくお願いいたします。ちなみに今日の夜はね、セルティック対横浜 F マリノスの試合を現地観戦してきますので、まあそのねなんか感想なんかも今後お届けできたらなとは思っております。さあダニーロナイスカット、ワンタッチで叩いて、ちなみにこのロベカルワンパスルパつけました、めちゃくちゃ強い。さあロベカルここぶち抜いて、ぶち抜いてこれ上げちゃおっか、上げてみる、きた、いやー神ー、オッケー。さあもうねテニスローのポジショニングの良さとロベカルのクロスのエグさ、これが刺さってます。はい、ナイスカット。さあコマンダブルタッチから逆サイド、ロベカル、はい、いやじゃー気持ちいい。いや今のいいね、コマンの特殊で抜いてからのロベカルのコンカー、いやーロベカル、待ってロベカル強くね。さあ来た、ナイス。さあロベカルから抜けてる、あー奥かな、さすがにさての奥かな、ない、嘘、デニスロー、さあデニスローパス、はい、オッケー、完璧な抜け出し、デニスロー何それ、え、ポジショニング神、パスできる、シュート打てる、いや切断、相手切断よ、え強っ、ロベカルもデニスローも強っ。さあラスト行きましょうか、もう3試合目決めよう、ドナドーニで決めればいいだけのお話なのに、ドナドーニが出る機会がないっていうね、もう前半から出したいぐらいだけど、せっかくならスーパーサブドナドーニ見てほしいので、はい後半からやっていきましょう。もしこの試合で、まあ、後半に行けない、もしくは活躍できなかったとしても諦めよう、うん、いや実際もう裏では活躍してんのよ、もうそれを伝えたい、なぜこの数試合出てこない、ちょっとね時間もね今ね夜も日産スタジアム行かなきゃいけない中で撮影してるっていうのもありまして、まあ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 、ちょっとこれを最後にしよう、これがマジラストの試合です。さあロベカル、さあロベカルから一旦落ち着いてダニーロ、いいよ。さあ前半からしっかりやっていきたいところですが、マカリステル、さあどうするか、開いてるんじゃない、テニスローを受けて打つ、いや惜しい、いや惜しいんだよな、めっちゃいいな、デニスロー主役かこれ。さあ来た、ロベカルからデニスロー、うわー惜しい、今の決まったら神だったな、えぐー、デニスローえぐー、はい、マカリスター、デニスローこっちパス、エンクオッケー、完璧、今の良かったね、今のすげえちゃんと抜け出し見えてたし、エンクンくんナイス。さあここチャンス、いいよ、エンクンからデニスロー、もう一回、もう一回デニスロー、逆サイドでもう一回もらってデニスロー、完璧なカウンター、完璧すぎるカウンター、セイヤー、デニスロー神、でもデニス愛してる、うん、一生ついてきます。いやもうデニスロー主役だろこれ、もうデニスロー決めすぎてんだけど。さあドナドーニ入れて、そうだな、エンクンクのところにヒデさん入れよっか、オッケー、これでいきましょう。さあ頼むよ、本当にここで終わってもいい、だからありったけよ、頼むよみんな、すべて応援してくれ、みんなみんなの元気玉がドナドーニに力を与えてくれるかもしれない。さあこうドナドーニー当てて、もう一回で、もう一回、はいで、もう一回トミドーニー、トミドーニからドナドーニー、いけない、はい、こう来た、さあドナドーニー来るよ、ナイス。さあここ、いやミスった、やばい、なんかちょっと緊張しちゃった今、ダブルタッチ出そうと思ったのに緊張して出せなかった、おいヒカックのプレイングでドナドーニーを邪魔をするな。はい、ということで今日の主役はデニスローです。いやでもねちょっと言わせてほしい、マジでドナドーニーも強い、このドナドーニ本当にね、まあ、スーパーサブまでつけるか別として、エラシコつけて特殊ダブルタッチには絶対してほしいなとは思ってるので、まあ、ぜひそのあたり、まあ、ドナドーニ、チェープ、デニスロー、そしてロベカル、このあたりの強さっていうのは今日見せられたんじゃないかなと思っております。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。無料エピックでこのトップ3が当たったあなた、マジで現環境トップクラスでやれる選手たちなので使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。明日木曜日メンテ待機配信だ、バモー。